天気もねアイルランドっぽい感じですよ。曇ってましたけれどもね、でもすごくね街並み綺麗ですよ、美しいです。どうも皆様こんばんは、セゴリタ3世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。シャオミのポコ F6 Pro です。さあシャオミですよ、以前ですねスマートウォッチもご紹介しました。2010年に創業、翌年からスマートウォッチの製造を開始、ライカと共同開発したハイエンドなスマホのほか、手に取りやすいエントリーモデルのスマホなど、もちろんね、まあ、スマホだけに限らずですね、様々な製品を製造販売しています。そんなシャオミがですね新たに発売したのがこちらポコ F6 Pro。 価格はですね7万円以下にもかかわらず、スナップドラゴン8第2世代や WQHD プラスの高画質に加え、 120Hz のリフレッシュレートも非常にスルスルした映像ですね、そちらを楽しめて、かつ有機 EL ディスプレイ、そちらも搭載しているという高コスパモデルです。もちろん最大5000万画素のトリプルカメラもあるので、普段使いとしても全く問題ないというものになっています。という説明なんですけど、本当なんでしょうか、全然わかりません。まだ開けてもいないんで何言ってもいいということなんで、これから皆様で一緒に見ていきたいと思います。というわけで行ってきましょう。はい、というわけでこちらがシャオミのポコ F6 Pro です。開けていきましょう。ダラーン、はいはいはい、出ました。つうことで入ってたのは SIM ピン、書類式、それと専用のケース、ポコっていう風に入ってます。こういう風に Android ってケースついてんのがいいよね。それと 120W めっちゃわかりやすい AC アダプター、ちょっと長めの USB-A、USB-C のケーブルも入ってました。ほんでこちらが本体になるわけです。このようにカメラですねたくさんついていて、めっちゃしっかりしてるよこれ。ポコ、そして50メガですねピクセルになってるということで、すごい手触りとかもいいし、キラッとしててめっちゃかっこいいです。横には電源、ボリュームボタンですかね。反対側は特に何もなくて、上側にはマイク、下にはスピーカーに USB-C、 そして SIM ですかね、入れるようになっています。ケースつけるとこんな感じだ。カメラはねしっかり出てるんだけど、さっきのキラッと感がなくなっちゃうからな。これ透明の方が良かったかな、ケース。その方がこれだからね、やっぱこれの良さが見えるからな。めちゃくちゃかっこいいと思うんだよな、これ。高級感あるしね。ちょっとケースがですねもったいないなっていう感じではある。まあ後で自分で買えばいいだけの話なんだけどね。クアルコムスナップドラゴン8第2世代搭載、大容量 500mAh に 120W シャオミハイパーチャージ急速充電、 OIS を搭載した最大5000万画素のトリプルカメラ、 WQHD プラス 120Hz 有機 EL ディスプレイに輝度4000ニットなので、めっちゃはっきり見えます。メタルフレームによるプレミアムデザイン、ウェットタッチディスプレイで濡れた手での操作も楽々、画面内指紋センサーには心拍数モニタリングもありますよ。 12GB のメモリに 512GB のストレージ、リキッドクールテクノロジー 4.0 の冷却性能、 AIGC で録音から簡単に文字起こしできたり、 AI ポートレートや写真内も簡単に検索できます。ということで非常に分かりやすい説明でしたけれども、実際に起動して使ってみましょうかね。ほんじゃいこう、ポチッとな。はい、来た、ポコー、シャオミハイパー OS。 じゃあ設定していきましょう。はい、というわけでですね、無事起動することができました。というかですね、起動する画面ですね、そちらをですねうまく撮れていなかったので、ちょっと後付けになりますけれども撮影していきたいと思います。まあ、こんな感じで画面自体はですね 120Hz です。非常にね、まあ、スルスル動くように、まあ、もちろんねアプリによって 120Hz 出すとか出さないとか、まあ、そういう設定もできます。非常にスルスル動きますよ。で、持ってみるとやっぱりすごく軽くって、非常に携帯性にも富んでるかなっていう風に思いますね。過去に撮
影してきたものですよね。これは後ほどお見せしますけれども、しっかりバーっとですね、まあ見ることがですね、まあ簡単にできるということですね。あとはセキュリティですね。最適化ですよ。例えばバックグラウンドに動いているものであるとか、まあストレージ容量とかですね、そういったものを開けたいっていう時にも、古いファイルとか、まあそういったものですよね、キャッシュとか、そういったものも再起動しなくてもですね、簡単にクリーンアップすることができます。あとはアップデートですね。システムアプリとか、本体そのものも含めてですね、アップデートがある場合はここに表示されると。まあ、自動アップデートの場合はですね、まあ、勝手に Wi-Fi 化でやってくれたりとかしますね。で、あとはですね、まあ、見てお分かりになるようにですね、お財布携帯がないんですよ。いわゆるフェリカですよね。お財布携帯対応だとこの辺にですね、アプリが入ってたりとかするんですけど、ないので、交通機関使ってですね、まあ、学校とか、職場行ってるよっていう方からするとですね、ちょっとね、あったらいいなっていう機能がま、若干欠けてるんで、そこがなっていうところかなっていうふうには思いますね。というわけでこちらを持って海外へ行ってきましたんで、そちらの映像をお見せしたいと思います。はい、というわけでですね、実際にアイルランドに行ってきました。その時にこのですね、スマホを持って行ったんですけれども、こんな感じでですね、非常に綺麗にですね、背景ボケたりとかしてですね、非常に美しいですよ。な感じで普通に撮れますね。ただね、14ウルトラライカとね、まあ、コラボしたやつ、あれの方がね、きっとめちゃくちゃ綺麗にね、映るんだろうなっていうふうには思うんですけど、まあ、でもこれでも十分ね、綺麗に映ります。こんな感じ。街並みとかね、伝わりますかね。これしっかり 4K で撮ってます。天気もね、アイルランドっぽい感じですよ。曇ってましたけれどもね。でもすごくね、街並み綺麗ですよ。美しいです。インカメもですね、こんな感じでしっかり映ります。で、帰国後にですね、走ってみる動画ですね。手ぶれもしっかりこのように効いてるんで、もう十分ね、活用できますね。で、これがね、ドキュメント。まあ、これ元の画像なんですけれども、B&ホワイト。まあ、モノクロになるやつですかね。あとは強調ですかね。結構ビビッドな感じになります。それと 120W の急速充電、どんな感じかね、試したんですけど、これね、やばいですよ。なんか刺した瞬間にですね、ものすごい勢いで充電されていきます。これはね、予想以上でしたね。まあ、あっという間にね、1% も回復してるんで、10分ね、放置してみました。そしたらですね、あっという間に 100% です。めちゃくちゃ早い。で、スナップドラゴン第2世代ですけど、ベンチマークは十分数値叩き出してました。はい、というわけで今回はシャオミのポコ F6 Pro をご紹介しました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、めっちゃコスパいいね。もうそれが最初に出ちゃうなっていうふうに思うんですけど、価格がですね、まずもう十分手に取りやすい価格ですよ。今や10万を超えるスマホっていうのも珍しくないですし、探せばそれはもうめちゃくちゃありますけれども、その半分ぐらいの価格ですよね。で、すごい高性能です。チップはね、スナップドラゴンの第2世代、今第3世代が一番新しいものなんで、それに比べるとですね、ちょっと落ちますよ。まあ、それは価格を下げるためなんだと思うんだけど、でも十分使えるし、性能としてはね、全く問題ないですよね。ちょっとゲームとかもやってみたけど、十分使えますね。それこそ PUBG モバイルとかですね、そういったものをね、楽しむのも全く問題ないし、カメラもですね、まあ、劇的な綺麗さ、ライカとコラボした40ウルトラとかですよね。それと比べたらですね、それは違いますよ。それはもうしょうがないなっていうところでありますけども、でも十分日常使いですよね。ちょっとした記録忘れないようにパシャーとか、子供の成長記録パシャーぐらいだったらもう全く問題ないと思うし、あと高級感、こんな感じでね、非常にテンション上がるんですよ。持っていてね、美しいなっていうふうには思います。価格をですね、これなんだよって言われても、まあ全くわかんないと思いますね。価格以上の価値ですね、があるかなと。あとね、急速充電えぐいね、これスピードがめちゃくちゃ速いじゃん。こんだけ速ければですね、それこそ充電し忘れちゃったとか、ずっと重たい作業をしっぱなしで気づいたら電源 3% しかないっすよとかね、コンセントなんとかありますみたいなところにやればですね、短時間でですね、もう十分使えるぐらいまで回復するんで、しかも AC アダプター付属でついてるしね、軽いし、かっこいいし、僕これね、アイルランドにも持っていきましたけど、風景撮るのも楽しかったですよ。なのでいろんなところに連れてってもですね、非常に楽しめるスマホじゃないかなっていうふうには思います。で、そうね、まあえて残念なところを言っていくと、ゲーミングスマホじゃないのよ。冷却システムっていうものはあるんだけれども、例えばファンが組み込まれてるとかそういうわけではないんで、ちょっと発熱してるかなっていう感じはあるんで、そこは注意が必要かなっていうところと、あとお財布携帯がないっていう、これは日本においてはめちゃくちゃでかいっすよね。僕も先日
まあ、空港まで行きましたけれども、フェリカがないっつうのはやっぱきついなっていう風には思いました。特に関東圏はね、松本に住んでるとまあそんなに使うことはないんだけれども、交通機関が発達してる場合はなおさらね重要だなっていう風には思いましたね。あとこのケースね、せっかくデザインがいいんで、まあ、透明とかにしてくれたらもっと良かったなっていう風には思いましたけど、でもそんなもんかな。価格帯としてはググッと抑えられてるし、フェリカあんまり重要じゃないんだよっていう方とかですね、あとはサブ機として使うっていうのもですね十分いいんじゃないかなっていう風に思います。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んで見に行ってみてくださいね。それとこの動画が面白いと思った方、高評価はぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた明日、チャオ。